は宅配で私の今日は宅配で私の大好きなバンバンチキンを注文しました。それがこの BBQ のねバンバンチキンです。バンバンチキンの中ではダントツでこれが好きです。この組み合わせで、まずねこの漬物がついてます。そしてミルククリームソースで、私の大好きなバンバンのセットです。私が韓国のフライドチキンの中で一番好きなバンバンのセット組み合わせがこれです。じゃん、 BBQ のチーズリングとオリジナルのセットです。まあ、正直ね、オリジナルチキンの中で言えば BBQ と BHC がねどっこいどっこいなんですけど、この BBQ のフライドチキンってちょっとオリーブのね香りが入っててすごくいいんですよ。でさらにね、この私の大好きなチーズリングとの組み合わせ、これが韓国のねフライドチキンチェーン店の中でバンバンでは最強じゃないかなって私は思ってます。でちなみにお値段は宅配料も含めて18,500ウォン、だいたい1700円ぐらいですね。そうだ、まずコーラ用意しますね。やっぱりチキンにはコーラですね。美味しい。じゃ早速食べていきたいと思います。いただきます。まずねこの定番のフライドから食べようかな。これ BBQ のフライドの特徴がね、結構1個が大きいんですよ。バンバンの場合は大きいのが4つ入ってます。これ1個の大きさで言うと BBQ がダントツでトップです。めっちゃでっかいです。美味しい。ちょっとね、せっかくなんでミルクソースつけようかな。こんな感じですね。酸味があってね、これもなかなか美味しいです。でもねケチャップの方が美味しいな。ちょっとケチャップ用意しよう。なんかねこの BB ソースもつけてくれてるんですけどね、ちょっと味が濃くっていまいちなんですよ。これが今度にしよう。ちょっとね悲しいことにケチャップがないんで、家に常に常備してあるハニーマスタードで食べたいと思います。甘いねマスタードです。でも辛みがそんなになくってね美味しいんですよ。こんな風にハニーマスタードをつけて、美味しい。やっぱりいいですね、ハニーマスタードですね。ていうかね、ちょっと下に台を置こうかな、低いので。こっちの方が見やすいですね。次にこれ韓国のねチーズリン、もう当然のように美味しい。やっぱりチーズリングちょっと最強すぎません？多分これ骨なしですね。なんか今日すごいコーラが進みます。やばい、もう一本持ってこようかな。オリジナルの方、このね、衣が最高ですね。これね、お肉がすっごい美味しい。本当にね、脂身がすっごい詰まってるんですよ。でもね、そんな脂ギトギト感はなくって、さっぱりした脂ですごく美味しいです。オリーブオイル使ってるからだと思います。コーラちょっとおかわりします。ついでに氷も入れてきました。
ほら、やっぱ合いますね。すごく進みます。うわ、やば、めちゃくちゃ美味しい。マスタードも、うわ、粉が本当にすごい。マスタードが。よかった、ギリギリ全然こぼれなかった。びっくりした。BBQ のバンバンチキン、すごく美味しかったです。やっぱりね、この組み合わせがバンバンチキンの中では最強ですね。まあ、なんて言ったってね、チーズリングがね、私はね、韓国のフライドチキンの中でトップ争ってるぐらい美味しいやつだと思ってるんで、それに加えてこのね、オリジナル、いろんなソースと組み合わせてね、食べれるのもいいですし、さらに BBQ のオリジナルってね、サクサク感と、あと大きさも大きくって、そこもポイントなんですよ。まあ、バンバンチキン食べたいなって思ってる方は、このね、BBQ のこの組み合わせ頼むのをおすすめします。以上、トギモチのおすすめバンバンチキンでした。